どうも、シャーフェクト会長と、モッソモッチです。皆さん、中国語あるじゃないですか。はい、この世にはね、中国語とモッチが作った中国語っていうので、モッチ語っていうのがあるんですよ。どういうこと？いや、僕が作った中国語みたいな日本語ですね、要するに。あ、そうなんだ。だから僕が作った中国語なんで、モッチ語なんですよ。あ、日本語なの？いや、僕が作ったんで、モッチ語です。どういうこと？日本語の説明にはなってない。堀川さんですか？やめて。つまりあれでしょ、うん、中国語とお前が作った意味をなさない日本語の偽中国語である、もっ中国語があるってことでしょ。そうです。じゃあ日本語じゃねえじゃん。もっ中国語っていうものです。じゃあこれはもう。はい。そこ2つ当ててください。はい、はい、というわけで今回は中国語かもっ中国語を当てていきましょう。はい、はい、今回中国語だったらピンポンで、あ、本物だと思ったらピンポンで、で、もっ中国語だと思ったら押さないで、押さないでください。第1問。はい、はい、これです。考察をしろと。そう。考察とかないんだけど。ねえだろ。これさ、両方とも使われてね、日本語。うん、だから日本語だ。だいだい汁。なんか汚い。いや、分かった、これはね、オレンジジュースだ。おお、わあ、いいし。いや、でもオレンジジュースを作ろうって言ってモッチが作った可能性は多いね。確かにな。これ負けても何かあるんですか。で、1週間アットマーク中国でいきましょう、これから。まあ、あんまあれだけどな。そうなんだよね。いきます、せーの。おお、もう考察はさっきのままで。そうだね。正解は中国語です。こいちっちゃいな。ちなみにさ、なんて言う？オレンジジュースです。おーい、チャイニーズ。第2問。はい、こちらです。おー、なんかその失恋したみたいな。あ、それな、めっちゃ思った。愛しつ。わからんわ、マジで。俺はこれね、どっちか分かってても思います。せーの。おお。ヤッホー。いや、これはないと思うよ。俺はね、こいつがね、なんか最近多分失恋かなんかして愛を失ったなって思ってっから書いただけのやつ。正解は全正解。おーい。いや、別に考察は違うよ。あ、違う、考察はしてないよ。第3問こちら。ふとしょう、タコ。あ、でもある。でもさ、タコはさ、太くて小さいってどういうこと？意味わかんなくね。ちょっとお前今チンコの話考えた。考察も出んよこれ。いきます、せーの。おー、こんな揃うことある。正解は全員正解。おーい、全員不正解。え？え？全員不正解。早口すぎて全然正解に聞こえてない。それ。これ中国語なんですよ。どういう意味？小さすぎる。なんで太い？わかんない、それは。第4問。はい。はい、こちらです。うわ、もう、いやー、来た。だ、多分、家で泣いてんだろうね。あーね。どうしたお前、失恋系もない。いや、別にそういうわけじゃない。そういうわけじゃないよ。いきます、せーの。ここで初の。なぜ？なんかさ、なんかこいつが考えそうじゃない？まあ確かにね。なんか節々から感じる安易さがちょっと見えて、もっ中国語だなって思った。俺はもう完全に中国で使っとるやん、絶対我は。この2つはちょっとあれだったけど、さすがに3連続で来ねえだろうなっていう。あー、そっち読んじゃった。そっちを読んだ俺は。これで当てた方が結構その、それな、そう、ね、回避に近づくよ。正解は中国語。うわー、どういう意味？私は泣いています。これ関係ないらしい。おいー、いらんたくつけんな。マジやば、やだよ、あと中国俺。よし、なんかそういう人になっちゃうじゃん、なんか。今何問目？次ラスト。え、じゃあとりあえず俺ら負けはなくなったじゃん。おい、救済措置をくれよ。恒例になってんだよ、トンボかけんの最初まで。どうしようかな。次2点。2点でいいのか。
もっと点数欲しくないのかお前ら。じゃあ100点いいぞ。じゃあ100点で。おおぉーやった実質トンボかかったんだ。嬉しい。次取ったら100点。ふざけんなよ。なんだよ、なんなんだよ。お前はなんでキレてんだよ。お前は感謝しろ。回ってきたからさ。最終問題。ああ笑いやキャリーかと思った。すごい声出し上がった。いいですか。こちら。いやー、電気ネズミ。ピカチュウだ。ピカチュウ。うわ、そうじゃん。電気ネズミ。うざ、うざすぎこの問題。いや、整えました。マジ整いましたよ。電気ネズミ届けまして。うっせぇ。いきます。あれ、せーの。おおおお、中国語だ。考察は、まあ、餅がネズミという漢字を知ってるわけがないと思った。バカにすぎじゃない。でも同じようなのは存在するんですよ、ピカチュウの漢字バージョンは。やっぱこう一文字変えてるとか抜けてるとかなんかね、いじってると思うの。正解は、もち語。ああ、え、も中国語ということは、お前が正解。イエーイ。中国一発ギャグってよ。中国一発ギャグ対決で無理だから。タイムを測りますね。測らなくていいです。制限時間は10分で。まあ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 、あるじゃあ5分で。無理です。よーい、スタート。5、4、3、2、1。うー、何も浮かんでねえんだ。だからそれは違えだ、僕は。じゃあそれはそれ、お前できないなりにちゃんとお前前出て謝れよ。じゃあこの度、私カイト、負けたのにもかかわらず罰ゲームである一発ギャグをすることができなくて大変申し訳ございません。お許しください。一発ギャグやんの嫌なんですよ。YouTuber のせ、誠心誠意中国一発ギャグをやらせていただきたいと思います。ではいきます。チンジャオロースとパイパイ。ありがとうございました。チンジャオロース